本秀美術館、どうも、阿部でございます。今回は番外編ということで、福本秀の名画の政治パロディ画を紹介したいと思います。マリブックスから発売中の永田町絵画館に掲載されているものと新作も披露しますよ。まずはこちらから。元の絵はこれです。ミレーの落ち穂拾い。有名な絵ですよね。まあタイトル通りですね。落ちた穂先、落ち穂を拾う農夫を描いているわけですけどもね。さあ、それでは福本秀のパロディー参りましょう。はい。落ちパー拾い。落ちたパーセンテージ。支持率を必死に拾う3人でありますよね。私と、官房長官らしき人物。そして、麻生さんですかね。どうも、指図はするものの、実際に作業はやってないみたいですね。さあ、続いてはですね、新作を披露したいと思いますね。元の絵はこちらでございます。はい。ラトゥール、イカサマシでありますね。こちら、4人のうち3人がイカサマシなんですね。一番左の人物、後ろにカード隠してるイカサマシ。その隣、目で合図を出してますね。イカサマシ。右から2番目の女性。もう明らかに目がイカサマシ。ということで、一番右の可愛らしい男性がカード遊びをしてて騙されてるんですね。さあ、イカサマシならぬ何サマシをご紹介します。こちらです。4人いますけどね、上から目線の何さましは何人いるんでしょうかね。一番左、麻生さんらしき人、後ろにカードは隠してません ね。あの人何持ってなくても、そうですね、丸腰でも武器なくても無敵ですからね。そしてその隣は二階さんかな。そしてその隣は、私は、あれ頭に、桜の花びらついてますね。バレバレでしたね。そして一番右は、官房長官が、あら、令和のカードを持ってますね。令和おじさんとしてね、人気があった頃、あの思い出に浸ってるんでしょうかね。ということで、何様は一体何人いるんでしょうか。イカサマシのパロディ、何様しでございました。というわけでございましてですね、永田町絵画館発売中でございますので、どうぞよろしくお願いします。福本秀美術館チャンネル登録もどうぞよろしく。どうもありがとう。アベノミクス。